上山市では特産のラ・フランスが小中学校の給食に登場しました。この取り組みは上山市が食育の一環として市内すべての小中学校で毎年行っています。上山市立南小学校では3年生が給食の前に生産者からラ・フランスの歴史や生産工程、それに全国のおよそ7割が山形で作られていることなどを学びました。そして待ちに待った給食の時間です。子どもたちは地元で収穫されたラ・フランスを味わっていました。みずみずしくて甘いです。とても美味しいです。甘くてさっぱりしてて美味しかったです。もっと食べたくなるような感じの味。だからもっといっぱい食べます。地元の子どもたちと触れ合う機会も少ないので、なかなか新鮮で楽しかったです。上山でラ・フランス作ってるんだよっていうのを地元でやってるっていうことを伝えられたと思います。